去年の1月9日ブラジルのミゲールデオリベイラとは引き分け防衛。4月には野口ジムのリュウソリマチを判定。8月にはイタリアのシルバーノベルチーニを12ラウンド終了 KO。 そして今年の2月に再びミゲールデオリベイラと対戦、判定に破りましてタイトル6回防衛に成功しております。さあアルバラードの構成です。試合は10ラウンドに入っています。八尾田さん、安島の動きですけれども、はい、ちょっと悪いですね。悪いですね、はい、まあ、疲れが出たのか、はい、どうも足がついていけません。上半身だけですね、はい、左のフックアルバラードです。やって揉まれるとどうしても輪島君の下へ行きますからね、はい、それだけ不利ですね。アルバラードの左のフックが当たっています。ニュートラルコーナーに詰めるのは輪島なんですが、攻撃しているのはアルバラードという感じですよね、いつも。7回目の防衛、新記録がかかっておりますチャンピオンの輪島、戦でやります。今のところアルバラード優勢でやります。試合は10ラウンドに入っています。八尾田さん、このアルバラードを見てですね、脆さというのは今のところ見せてないようですね。見せてないですね、はい、まあ、それとね、輪島君がいいのをパーンって当てるかと思ったけどね、はい、意外と当たんなかったですね。当たんなかったですね、ただ手数だけで言ってますね、今のところ、はい、こういう体勢になるケースが今日は非常に多い、はい、輪島君がね、打ちまして金振りしますとね、はい、すぐ 上半身下へ持ってっちゃうわけですね、そうするとその上からアルバラードが上にかぶせますからね、はい、どうしてもその体重が重くなってスタミナにも影響しますよね、はい、これじゃあ輪島君不利ですわ、はい、これまでの八尾田さんの採点では、アルバラードがわずかにリードしています。さあまたロープに追い詰めました輪島でやりますが、動きが依然として緩慢でやります。これまでの八尾田さんの採点では互角なんですけども、印象としては輪島のその疲労の方が目立ってますね。はい、もう攻撃をかけてるのは輪島君ですけどね、はい、逆に打たれてますね、ゴンが鳴りました。10ラウンド、八尾田さんの採点は5対5互角でやります。さあ残るは5ラウンド11ラウンドに入りました。八尾田さん、反撃と言いますかね、はい、リードを期待したいですね。そうですね、はい、何かね、こう見てますね、無勇病者が戦ってるような感じしないですか。はい、そんな感じですね。やはり結局こう一つ決める、その決め手がないからですね、はい、ただずる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 試合がいってると、はい、何か輪島君が無勇病者になったような感じで試合やってるとも言えるですね、はい、それあるいはね、全般にいいのをもらってそのままポーっとして、はい、そのまま試合やってるケースってありますからね、はい、それに入ってるかもしれないですね。あっとバランスを崩した、危ない、あっと危ない危ない、輪島危ない、左に当たったアルバラード、アルバラードチャンス、攻撃は無謀ですよね、輪島君、はい、ボディにパンチをもらっています。アルバラードチャンス、さあ青コーナーに詰まりました輪島、ピンチでやります、チャンピオンピンチ、さあアルバラード左のフック、ボディーブロー、左に当たった、左のフック、輪島も右を返しました、しかしバランスを崩しています。危ない危ない、チャンピオン危ない、アルバラードチャンスでやります、挑戦者チャンス、くっついちゃうことですよね、はい、クリンチで逃げると、輪島の動きが看板です。依然として動きが悪い。あと左のフックアルバラード。うんと中へ入ってしまうことですね。アルバラードチャンス。輪島中へ入ってこの攻撃を防御したいところであります。疲れました、チャンピオン疲れました。右のフックが当たりました、輪島反撃です。
ってもですね、はい、土台がしっかりしてない打ち方ですよね、はい、ややカウンター気味に左が入りました。さあ和島反撃、ニュートラルコーナーに追い詰めます。アルバラード左のフックボディへ、左のフックが顔面に当たった。アルバラードの左のフックが当たっています。ボディロー、おっとこれはロードローです。この限定はきついですね。はい、ロードローでアルバラード減点1を記録しました。これは大きいですね。アルバラード大きいですね。はい、あっと左から右が空振りです。足がもつれました。輪島アルバラードの両足にしがみついております。疲れました。クリンチに逃げます輪島です。11ラウンドあと10秒を切りました。ゴングです。11ラウンド終了。八尾田さんの採点は5対4、アルバラードが取りましたが、ローブローの減点1があります。挑戦者のアルバラードには高谷紀彦という日本人のマネージャーがついております。広島出身で16年前に渡米して、このアルバラードとは5年前に出会いました。今右のストレート、はい、アルバラードの右のストレートが入りました。ぜひ祖国からチャンピオンベルトは奪うのは忍びないけれども、アメリカに持ち帰りたいということを言っておりました。輪島の左のフックでやります。そしてアルバラードのトレーナーがイライプリアトレーナー、これは西条昭三と対戦したことのあるフランキー・クロフォードと過去2回日本にやってきております。今回の来日が2度目。このトリオでチャンピオンベルトを持ち帰ることができますかどうか。試合は12ラウンドに入っております。これまでややアルバラードが押しております。接近戦です。左のフックボディーブロー、アルバラード執拗に左のフックでボディーを攻めます。これはかなり効いてるでしょうね、青井田さん。効いてますね、はい、あった相打ちです。しかしスピードはアルバラードの方があります。アルバラードもあの体を崩さないですね、はい、打ってて体を崩すかと思ったら意外と崩さないですね。まんまの、最初からの姿勢ですね、はい、左のフック、これは思い切って振ります。効いています。右のストレート、左のフック、アルバラード構成、輪島パンチを返しますが当たっておりません。左が当たりました。アルバラード左から右ワンツー、輪島の顔面が腫れ上がりました。ロープに詰まっているのがアルバラード。左のフックがショートフックが当たりました。輪島左のフック、アルバラードワンツーです。左のストレートが当たりました。あった打ち方がちょっと雑です。アルバラード、そうですね、はい、しかしこういうなんて言いますか、あのシーンの繰り返しですね、パターンを繰り返してますと輪島はちょっといけませんね。そうですね、はい、それとね、ただアルバラードの右のアッパーを打ち上げないからいいんですよね、はい、これ右のアッパーを打てる選手だったらちょっと怖いですね、はい、左のフックです。アルバラードの構成、輪島の表情が歪んできました。あっと左に当たったアルバラード。12ラウンド終了、5対4、オスカーショットガンアルバラードが抑えました。